皆さん、こんにちは、さくです。今日はさくのモーニングルーティーンをご紹介します。需要あんのかって感じですが、温かい目で見てもらえると嬉しいです。朝起きたらまず水を飲みます。ちょっと一口ぐらいしか飲まないので、コップを出すのめんどくさかったんでペットボトルにしました。そしてカーテンを開けます。カーテンを開けて太陽さんにおはようとか、そういうことは朝と違ってしません。電動の窓を開けて換気をします。そしてコーヒーが大好きなので、コーヒーを飲むためにお湯を沸かします。隔離期間中でまだケトルを変えてなくて、原始的にフライパンでお湯を沸かすという作業になってます。もちろん隔離が終わったらすぐケトルを買いに来ました。そして朝洗顔です。韓国に来てもちろん美容についていろいろ興味を持つようになって、アスナにたくさんいろんなことを聞いて自分も実践しています。いただき物が多いんですが、これがベストメンバーです。髪もシャシャシャっと直して、こんな感じですね。隔離期間中なんで、はい、これはもう 2,3 年は続けてると思います。このチャコラさんのプロテインを1杯飲んで筋肉を喜ばせてあげることを習慣にしてます。筋トレ大好き人間としてはね、やっぱりプロテインのタンパク質は大事だし、筋肉は裏切らない、これは間違いないです。はい、うちは明日のほど几帳面じゃないんで、これは撮影してるからすぐ洗いました。結構きっぱなしにしちゃいます。はい、そしてアレクサ、マカロニ鉛筆かけて。ではありません。アスナがもう最近アレクサにハマりすぎて、電話中もすごいアレクサアレクサ言うんですけど、ああコーヒーのしに行っちゃった。バルミューダーのスピーカーです。野島のサポーターの方からいただきました。本当にありがとうございます。愛用してます。はい、至福のコーヒーシーンですね。基本は豆をひいて飲んでるんですけど、隔離期間中だったんでドリップにしました。コーヒーについてもっと喋りたかったんだけど、ちょっとアレクサのせいでちょっと尺が短くなりました。小指が好きなんでお湯は少なめです。マクトンはちゃちゃっと直して、隔離期間中だったんでご飯を食べる前にバイクを漕ぐようにしてました。これは何でかっていうと、大好きな YouTuber のプロタンが朝ごはんを食べる前に運動をすると痩せやすいって言ってたんで、ちょっと隔離期間中なんでダイエットを意識してました。そしてご飯です。朝ごはんは基本はチームが用意してくれるんですけど、隔離期間中は自分でセレブでやるよって言って、いつもこんな感じで食べてました。このキムチめちゃくちゃ美味しいんですよね。というか本場のキムチは何でもうまいです。そして納豆です。いや、このチームは食堂に常に納豆を常備してくれてて、毎食食べてます。隔離期間中もほぼ毎食食べてましたね。もう味は結構似てて美味しいです。これで韓国のりと一緒に食べたりとか最近してますけど、はい、このゆで卵は隔離を考えて日本で空港で買ったんですけど、毎朝用意してくれるというチームで、もうタンパク質摂取人間としてはもう納豆と卵があるっていうのはもう幸せな限りです。もちろん昼と夜も美味しいご飯を出してくれてます。そんなさくのモーニングルーティン隔離編ですけど、今後もエースチャンネルよろしくお願いします。ピョーン。